リミットデストロイヤー。ミニサイズのライバーの中でも強さの限界がないルルちゃん。そこでリスナーの皆さんからルルちゃんに倒してほしい敵や今越えるべき壁など皆さんの限界を送ってもらい、リスナーさんに代わってその限界をルルちゃんに破壊してもらうコーナーです。でもなんだろうね、とりあえず破壊できそうなもの見当たらないんですけど、一体どんなお手紙が、ね、スタジオ破壊してるってこと。いやいやいや、待って、早まらないで、今読むから。最近グッズを買ったり通販をよく利用しています。緩衝材のいわゆるプチプチが一緒についてくるのですが、つい時間を忘れてプチプチしてしまいます。プチプチを潰すの気持ちいいんですよね。そこでルルちゃんにプチプチを一気に破壊してほしいです。ぜひ思い切りお願いします。あー、なるほど、プチプチ、あ、待って、想像してたより大きかった。本当だ、なんかね、みんなが想像するプチプチってなんだろう、1センチぐらいのプチプチだと思うんだけど、なんか立派なプチプチね。立派だねこれ。おー、ちょっと試しにさ、1個ポってやってみていい？うん、やってみて。ふん、こんな感じの、結構鈍い破裂音がする、まあ、なんだろう、本当にお団子お団子ぐらいのサイズだね。あ、そうだね、お団子1個分ぐらいのちょうどサイズがあるプチプチの。私が想像してたのはちっちゃいののイメージだったけど、あ、ちっちゃいのもある。あ、ちっちゃいのもあるんだ。あの一番スタンダードなプチプチがあるけど、これを、一気に破壊してっていうことで。そうだね、まあ、どっちお好みの方で。じゃあ、まあ、どっちもやっちゃっていいんじゃないかな。どっちも。え、じゃあそれでは、早速久しぶりの破壊かな、ではルーちゃん、リスナーさんに代わって限界を破壊してください。あ、待って、意外といかない。なに、これは強敵なのか。あ、ダメだ、意外と。時差時差時差。意外とあれなんかも、プチプチってああいう潰し方する。なんか思ったより内臓から破壊されてるみたいな感じになってるけど。ちっちゃい方行く、ちっちゃい方行ってみよう。でも意外と強度高いかもしれない。めちゃくちゃ熱を持ってる。プチプチがすごいわ、ルルちゃん干渉、わー、干渉剤ですからね、元はこういう衝撃を吸収するための。うわちっちゃい方が音は鳴るかもしれない。やったわちょっと、ね、あの、まあ、一気にっていうことで、ね、一個ずつパパパってやるのかと思ったんですけど、まさかの全部。あの、緩衝材ってこんな潰れ方するんだっていう、うん、みんなにも実際に見せてあげたかったけど。内臓破裂みたいな音してたし。あの、いやでもね、大きい方は意外と耐久度すごかったかも。緩衝材だから、ね、うん、衝撃を吸収するためのものだから。そうだね、まあ、でもルルちゃんにかかれば緩衝材もこんな姿になるということで。リズ様、ルル様、コンルルエスター。私は会社勤め CG クリエイターなのですが、この度自分の本当にやりたいことをなすため会社を辞め、うん、フリーになることを決心しました。おめでとう、頑張れ。自分の本当の理想を果たせるならこのまま野垂れ死んでも構わないという気持ちがある一方、安定した職を手放すことを恐れる気持ちがあります。ルル様、どうかこの安定を求める気持ちをぶち壊すべく、高く積み上げたトランプカードの山を破壊してください。高く積み上げたトランプカードの山を破壊する。え、ちょっとまずトランプを積み上げて、これで積み上げるところから。私が積み上げて破壊する。え、いや、なるほど。面白そうだけど、てかでかいな、このトランプ。普通のトランプじゃなく、なんか結構大きめの、それこそハガキぐらいの大きさの ねトランプ。プラじゃないから、もしかして多少はやりやすいかもしれないけど。そうだね。え、待って、もうなってる、もうなってる。まだどちらかというと作り上げてる方なんだけど。トランプタワーか。ねえ、ひそかじゃん。うわ、ひそかの凄さ思い知るな、これ。私は破壊することのみの人だから。うわ、でもこれちょっと乗るのか、左右のバランス違うけど。でもリス様上手。やるじゃん、すごい。あ、いい感じ、いい感じ。やった、いけた、うまい。あ、ダメだ、私頑張れ。やればできる、やればいける。お前はいける子だ。そこ
そこさえクリアできれば。ごめん、ちょっとリゼデストロイヤーのせいでルーちゃんトラムタワーが私が破壊するより先にちょっとリゼ様が今破壊してしまった。しかもしょぼい音がしてしまった。なあ、うわ、集中しなきゃ。風圧を考えてなかった。ちょっと待って、いける、一度できたんだ。ルーちゃんかっこいい。一度できたことを二度できるはず。確かに安定を目指すという壁を見事ぶち破ってみたいけど、なぜだ、なんで私さっきできたんだ。むしろ視聴者さん、よし、やった。あ、うん、よし。ではちょっとこっち向いて喋れないでしょ、風圧が。それではルルちゃん、リスナーさんに代わって、今これすごい写真撮らなくていいかな、限界を破壊してください。せい。しかも瓦割りのような見事な一撃で私のとこまでトランプが吹き飛んでくるという。よし、これでマリスナーさんのね、思いも報われたでしょう、きっと。でもちょっと楽しかったね、なんかすっきりした。いや、ひそかすごいんだな。ひそかすごい、あれ何段だったよ。ということで、安定をぶち壊す気持ち、ちゃんと壊せたでしょうか。うん、大丈夫でしょう、おそらく。うん、あの、祈ってます、うまくいくことをいろいろと、頑張って。それでは今回は以上となります。こんな感じでルルちゃんに破壊してもらいたい限界を送ってきてください。以上、リミットデストロイヤーのコーナーでした。あと1秒繰り返して乾杯。